17年8ヶ月、5万年に比べればほんの一瞬だ。また他の者に仕事を押し付けられたのなら、決められた通りに解決しよう。すべての来訪者に彼らが受け継いだ力を教える。そして彼らの魂にかつて彼のものだった約束を刻む。これはどういうことだ。どうして聖魂の啓示が正しく現れない。まさかあの者は彼らに属さない。いや、それはありえない。頭の中で鳴り響く、これは誰の声でしょう。少しも聞き取れません。おかしい。この雑音は虚数空間のもつれのような現象でしょうか。あの絶対的な虚無を通り過ぎたものの、私はまだ趣味消しの内部に戻っていないようです。ゲニウスの信号は不安定で、正確な位置の確認や通信には使えません。先ほどのノイズの影響でしょうか。それとも、とにかく現状を整理しましょう。この前のオットー主教との戦いで彼を一時的に倒すことができました。ですが彼は隙をついて私を虚数空間に追放しました。この感じだとここはおそらく依然として虚数空間の一部なのでしょう。ただオットー主教が使っていたあの空間能力はまさか旋回地上によるものでしょうか。私の追放先を適当に選んだのか、それとも別の意図があったのでしょうか。いえ、今はこんな問題を考えている場合ではありません。彼の目的や方法が何であれ、私は一刻も早く外の世界に戻らなければなりません。ここに立って考えているだけでは何の解決にもなりませんから。ゲニウスは少なくともある方向を指してくれています。その方向に行き、何か手がかりがないか探してみましょう。
ここでは不安定です。慎重に迎撃しなければ。ある種の幻の世界なのでしょうか。非常に曖昧な手がかりです。それにこのメモを残した人は手に負えない困難に遭遇したようですね。でも少なくとも一つは見つけました。ゲニウスの示す方向に沿って探索を続けましょう。やはり光がまた漂流瓶に変わりました。最後の一歩、試練、消耗。この空間は見た目よりもかなり危険な場所のようですね。とは言っても立ち止まっていては意味がありません。ゲニウスの示す方向に沿って前に進みましょう。
これが消耗なのですね。ここに閉じ込められていた時間が長かったからか、それとも、いえ、この情報だけでは有効な判断ができません。引き続きゲニウスの示す方向で突破口を探しましょう。漂流瓶の中に記されていた装置でしょうか。見た目だけでは結びつきませんが。あの人のメモによると、私もそれを経て少しずつ最後の採血者に近づいているはずです。この近くにある手がかりは、これはホームランドのような場所で撮った写真。残っている部分にも手がかりになるようなものはありませんが、とりあえず保管しましょう。付近に他の手がかりはないようですね。準備ができたら目の前の装置を起動させる方法を考えましょう。お腹が空いた。外が明るい。もう、どうして誰も起こしてくれなかった。あ、そうだ。ここは療養所だった。どうして起こしてくれる人がいると無意識に思ってしまったのかな。先月、私はここで自分の名前、それから誕生日を選んだ。私の脳にひどい怪我があって、ある手術を受けないと完治できないって言われた。その代価は、ここに来る前の記憶を永遠に失うこと。いいの。なくしてしまったものに対して、あれこれ考えても意味がないもの。今日はたくさん寝たけど、体を動かすのは日課だから。まずは療養所に沿って5周ランニングして、腕立て伏せ50回と懸垂を30回しよう。あ、ソチの療養所、懐かしい。でも本物の療養所にこんなものは置いてないはず。調べてみましょう。こんにちは。こんにちは。ちょっと。
て。ん？誰だ？記憶力に自信がないとはいえ、本当に見たことがない顔だな。はじめまして。それで、あなたは？俺は多分、自分の名前も顔も忘れてしまった意識ってところかな。お前にとって俺はどういう風に映ってる？巨大なぬいぐるみです。ぬいぐるみ？ホムか？あ、違う、ホラだったか。さすがにホム王はないだろう。うつむいて自分自身を見ればいいのでは？はあ、自分が見えないからわからないんだよ。自分が見えない？それって？ああ、自分の顔と名前を完全に忘れてしまったからだ。この空間で忘れることは見失うことを意味する。自分の体を見ようとすると見えるのは半透明なすりガラスみたいな姿って言えばいいのか？まあまあ、そんな顔しないでくれ。一度慣れたら特に不便でもないからな。はあ、よく眠れた。ふう。で、俺を呼び起こして何がしたかったんだ？ここを通り抜けたいのです。通り抜ける？しかし、このホールは別の場所とはつながってないぞ。どういう意味ですか？だから、ここから他の場所に行けるなんてそもそも俺も知らないんだ。あれ？違う、自分の顔も名前も忘れてたってことは、ここに出入りする方法を知ってたけど俺が忘れてしまっただけか？すまないね、綺麗なお嬢ちゃん。力になれないみたいだ。これらの写真とメモはあなたが残したものですか？お前の目に映る俺はこんな姿なのか？いいえ、正確に言うと写真よりもずっと時代感があります。色も白くなってますから。そうか。ん？これは確かに俺の字だ。だがすまない、書かれていることは記憶にないんだ。あ、仕方のないことです。こう話すのは少しおかしいかもしれませんが、私も記憶を失ったことがあります。どういう感覚なのかは知ってますから。他人から聞いたあなた、記録の中に生きているあなた、想像の中に存在するあなた、どれも真実味のない現像のように感じるのでしょう。ですが、いいえ、体験したこともないのにむやみに結論を出せません。とにかく、ここを出る道を知らないなら隅から隅まで一緒に調べ尽くしましょう。過去のあなたも似たような空間から何度も出たみたいですから。うん、お前の言う通りだな。かつての俺はあんなメモを残したんだ。つまり、一人でここの最深部に何度もたどり着いたってことだな。よし、なんだか自信が湧いてきた。さあ、手がかりと記憶を見つけて自由への道を見つけ出すぞ。あ、ええ、そうしましょう。気持ちの切り替えが早いですね。とにかく、まずはこの辺りにある装置のようなものから調べましょうか。
メイ、ケビンは生きてる。彼はもうすぐ帰ってくる。そうしたら君たちは再会できるよ。よかった、まだ生きていてくれたのね。今の彼は人類の唯一の希望だから。彼が生きてる限り私たちの文明は消えない。残念だわ、もう彼に会えないなんて。メイ、まさか病気がまた。私の体はもう限界だったみたい。今の私はもうあなたの姿もよく見えないの。意識を保つことすらできない時間もあったわ。今は頭がクリアになっているけれど、多分死の直前に一時的に気力を取り戻しただけだと思う。ありがとう、スー。あなたの薬があったから今まで頑張ってこられた。おかげで最後の計画を残す時間ができたわ。テーブルにある手紙はケビン宛てのものとあなた宛てのものよ。ケビンが背負ってるものをあなたも知ってる。彼宛ての手紙は読んでも構わないわ。計画のことや私たちの子供のことを知ってもらいたいの。だけど、ス、何があってもあなた宛ての手紙は彼に見せないで。それはどうして、どうして僕なんだ。読んだらわかるわ。ごめんなさい、そうしなければならないの。ごめんね、ケビン。病気は治ったから、あなたが月から戻ってきたらずっと一緒にいられるって言ったけど、あなたはその度に私が嘘をついていると知りながらも私を信じてくれていたの。これは5万年前のあの先行者の記憶。でも全文明、あの二人の意識はホムやその裏にいる彼とはつながりがないはず。ここでは自分の記憶だけでなく、こういった他人の記憶も見られるのでしょうか。ん？ああ、そうみたいだな。確かにそうだ。俺も自分があの記憶の当事者だとは思えない。ただあの記憶が頭に入ってきた時、どこか知ってるような感覚を覚えた。もしかしたら完全な記憶を持つ俺には似たような経験があるのかもしれないな。何か思い出したんですか。いや何も。とにかくいいスタートだったと思うぜ。少なくとも正しい道を進んでると俺の勘はそう言ってる。よし、やる気を出して次の記憶を探そうか。今はこの人の勘を信じることにしましょう。この寝顔は何回見ても飽きないな。でも朝だぞカレン。反則でしょ。おや、忘れたのかい。お前が 2,3 歳の頃はこうしてお前を起こしてたんだぞ。そのせいで私が泣いてお父さんはお母さんたちに怒られたんでしょ。知らないとでも思ってるの。そうだったかな。よく覚えてないな。まあまあ
そんなことより今日お父さんは時間があるんだ。一緒に朝のトレーニングをしないかい？じゃあお父さん、本物のカスラナ家のガン方を教えてくれる？え？まさか学校で習ったのは偽物のカスラナ家のガン方だったのか？学校で習ったのは初級編だもの。お父さんの48式より強いわけがないわ。それは違うよカレン。基本というものは全ての基礎になるんだ。16式も24式も48式もその延長に過ぎない。信じないなら手合わせしてみるか。私はカスラナ家のガン方の入門3式だけを使うが、お前は何を使ってもいいぞ。もし私が負けたら、カスラナ家のガン方の奥義を全部教えてやる。どうだい？約束よ。取り消しはさせないわ。約束だ。この記憶には新しい名前が出てきましたね。ああ、あの娘はカレン。父親と一緒にカスラナ家のガン方の稽古をしてる。二人の名前に何か心当たりは？ないな。どこで聞いたかも思い出せない。ただ少し変わった感覚がするんだ。変わった感覚？ああ、なんというか、頭の中でカスラナ家のガン方という言葉を繰り返すと、なんだか血が湧くような気がするんだ。そうですか。これがさっきの記憶の中で二人が話していたカスラナ家のガン方16式です。何か思い出せませんか？さっきの血が湧くような感覚がもう一度あっただけだな。待て、あれは？突如現れた敵ですか。私たちの道は正しいという裏付けになりますね。とにかくここは私に任せてください。少し厄介でしたが、なんとか倒せました。今までの経験だと、この形の装置は私たちを次の空間に連れて行ってくれるはずです。すまない、お前はずっと頑張ってるのに、俺は価値のある情報を何一つ思い出せていない。どうしようもないことですから、あまりストレスを感じないでください。今私たちが歩いている道もかつてのあなたが残したものかもしれません。それに沿って前に進めば、たとえ記憶が元に戻らなくても、きっともう一度完全なあなたになれるはずです。うん、お前すごいな。私ですか？ああ、なんだかお前は自分自身と他人を励ましながら、それと同時に理性を保つのが得意な気がする。昔他の人が言ってくれた言葉を引用したまでですよ。彼女はこう言いました。自我、人類、世界、宇宙、その意味は結果で測れません。全ての命は
無に始まり無に消えます。ですが私たちが一瞬ごとに歩いた道は生きる意味を決めてくれます。だから来た道を忘れることに対して心残りや悔しさを感じますが、自分の進む方向を忘れない限り過去は私たちを支えてくれます。一瞬一瞬の道をちゃんと歩けということか。確かにいい目標だな。遠くはないが楽な目標でもない。何しろ遠い場所に行けたのに俺みたいな生き方をしてしまった人はたくさんいるしな。何を言ってるんですか。前に進み続けるのが人生です。過去の自分を忘れることは未来の人生を失うことではありませんよ。行きましょう。元気を出して前に進みましょう。いいだろう。もう少し耐える必要があるようだ。奴らと違ってお前の中の精魂は巧妙に隠されている。しかも違う人間によって違う形で違う方向に導かれていた。はっ、お前は愛されているようだ、デュランダル。主教がお前をここに送ったのはお前の手で長い間ここに満ちていた空間を対抗崩壊させ自分の目標のための最後の道を切り開かせるためか。しかし精魂の中に秘められた悲願は絶対だ。それを背負う者は自身の意志とは関係なくいつか宿命を迎える。あるいは ここが浮遊島、天命本部の中枢。さあ行きますよ、バルキリーの加入試験の会場へ。もう準備はできてます。ちょっと後ろに気をつけてください。あ、すみません、あの案内が必要でしょうか。案内？そうですね、お願いします。 A51 エリアに行きたいのですが行き方はわかりますか。バルキリーの加入試験、そうでしょうか。この先を右に曲がって通路に沿ってまっすぐ歩けば左側に A51 エリアがあります。ありがとうございます。どういたしまして。待ってください。何ですか、まだ用事があるんですか。こちらは左、あちらが右です。方向を間違えてますよ。どちらが右かもちろん分かってます。少し見て回りたいと思っただけです。差し支えなければ A51 エリアまでご一緒しますがいかがでしょうか。ちょうど A52 エリアに用事がありましてその隣ですから。ついでですし、さすがについてこないでとは言えません。では行きましょうか。ところで、あまり緊張していませんね。2年前、私がバルキリーの加入試験を受けた時は、緊張しすぎて言葉もうまく話せませんでした。大げさなのでは？ただのテストですよね。家族の期待を裏切りたくなかったんです。店を放って、イギリスからわざわざここまで付き合ってくれたので。なるほど。そう言われると、私は災い転じて福となすという境遇なのかもしれません。何せ記憶がある時から一人なのですから。
申し訳ありません。まさかそういったお話になるとは思いませんでした。いいんです、自分の世話ができればこの世界で暮らすには何の問題もありません。それなら他人を羨む必要はないでしょ。それに、あ、A51 もう着いたんですね。ええ、そんなに離れてませんから。ではテストがうまくいくことを願っております。未来のバルキリー様。様は必要ありません。でもありがとうございました。あなたとお話しするのは結構楽しかったです。では。これは彼女との出会い。当時はまだ互いのことを知りませんでしたが、運命はとても不思議なもので、漁師の海での任務が私たちをつないでくれました。それから私たちは一緒に S 級バルキリーになり、不朽なる刃を作り、思い返せば知らないうちにこんなに遠くまで来ていたのですね。